どうもこんにちは、高知です。よろしくお願いします。オリジナル2曲歌わせていただきます。まず1曲目、なんだっけな、あ、光の差す方へです。聴いてください。風が気持ちよく吹き抜ける。猪苗代が遠く広がる。辛いことはこれからも続くかもしれない。その時はここにいた。改めまして高知です。よろしくお願いします。1曲目、光の差す方へという曲を聴いていただきました。この曲はですね、あと3月か4月ラジオ福島で、のなんだっけな、風とロックですね、ラジオ番組で歌うことになっています。もし、よろしければ聴いてください。2曲目、
これもオリジナルで、風になれという曲を聴いてください。Stop.